1889年のド、ラビラチュレ植物園、ドラビラチュレ植物園、またはチュレ定植物園は、フランス南東部、市中海沿いのプロヴァンスアルプコートダジュール地域圏、アルプマリティーム圏、アンティーブにある植物園である。3.5ヘクタールの広さで、平日無料で公開されている。藻類を専門とする植物学者、ギュスターブチュレが1857年から住んだ。 邸内に珍しい植物を集めたのに始まる。チュレの没後、共同研究者のボルネが、共同研究のまとめのためにしばらく屋敷は使われた。1877年にチュレの義理の妹によって、フランス政府に寄付された。しばらくは教育省が管理し、1923年から農業省に管理が移された。1878年に、初代の園長に、 シャルル農団が認じられたが、資金不足のため中は放置され、農団の没した後、1899年から、ポアローによって再建と増強が行われた。現在、栽培されている植物は、世界各国から集められた、地中海気候に適応した樹木が主で、温室で育てられた植物も、気候順応のごや外に移された。131か、144族、 1600種の2500の樹木などが栽培されている。ありがとうございます。